法律を抜いてどこにあると思いますかえっと、税金が安くなるとかですかね。まあ,あ、と、なんか、揉めた時も分かりづらいので、で、時間が経つと揉め事が解決するんで、なんか、分かりづらいから、なんか、いろいろこう、やってるうちに時間が経っちゃって、まあ、一回分からなくてってなったりするんで。あの、基本的に夫婦って、大体必ず揉めるし、喧嘩すると思うんですよね。なので、あの、揉める、喧嘩するという前提で、こう、仕組みを、 組み立てた方が長期間続くんじゃないかなと思います。はい、あのうちの場合でいくとあの、過去に起きたことを責めるの禁止っていうのがあると思うんですよね。あの要はその、過去にこういうことをやれて、こんな嫌な思いをしたとかっていうのが、その何か揉めた時に言い出すと、その生活が長ければ長いほど、嫌な記憶が増えるんですよ。<laughs> まあ当然、嫌なことが起こるわけじゃないです。一年に一回、嫌なことが起きたら、十二年だと十二回じゃないですか。 なので、その、過去にこんな嫌な思いをしたっていうのは、その、話し合いをするときに出すのはタブーであるっていう。もう、それを出した時点で、それって話し合いをするんじゃなくて、その、相手を攻撃するのが目的で、その、何かを解決して仲良くやろうという目的じゃないですよねっていう証明になるので、過去を持ち出した時点で話し合い終了っていうルールにしてるんですよ。はい。あとね、知り合いの夫婦がやってたんですけど、 あの、どんなに揉めてたとしても、飯食ってるときは揉めないっていう。<laughs> あの、要は、その、なんか、飯、その、揉め事って必ずあって何日も続くじゃないですか。でも、飯食ってる最中に喧嘩するのだけは NG。飯食ってる最中だけは、あの、喧嘩はしないで、とりあえずあの、黙って食うならいいと。ただ、その、相手に対して悪口を言うとか、なじるとかは、その、飯食ってる最中だけはしないっていう、そういうルールをやってる夫婦がいて、えー、面白いなと思ってたんですけど、その夫婦離婚しましたね。<laughs> <laughs> でもなんか離婚後も仲良くやってたみたいなんで、へーと思ってください。えー